演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのおにぎりや日高昆布を食べたいと思います。ではいただきます。どうだったっけな。でも甘辛くて美味しいよ。甘めの醤油に漬け込まれた昆布がご飯とよく合っていてとっても美味しいです。ご飯もしっかり味がありますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。